見ての通りだ。おお、なんかポスター持ってんぞ。ダンスパーティー？おお、うらら学園恒例明日のダンスパーティーの看板だ。ポスターのモデルは転入生のかぐや子ちゃんだぞ。ケバい姉ちゃんだな。そうよそうよ、だいたい79ね。私を差し置いてポスターのモデルなんてね。えリエくん、リエくん、なあ、ダンスパーティーってなんだ？それはだな、炭素を担いで走る新しいスポーツなんだ。知らなかったのか？おお、なんだ、俺はてっきり炭素かぶって踊んのかと思ったぜ。ふっ、のんきなやつだ。チャチャさんとの仲を一挙に進展。このチャンスをものにしてこそお利口仕入れちゃん。チャチャ、一緒に踊ろうぜ。楽しみ楽しみ。ダンスダンスダンス。チャさん、どうしたんですか、シーネちゃん。スープが口に合わないの？あ、いえ、ドロシーちゃんによっぽど変なもの食べさせられてるのね。エリザベス、シーネちゃん食わないんなら俺にくれよ。みんなで食べる晩ご飯美味しいね。あ、俺んとこは戦争だけどな。ほら、俺んとこ兄弟多いだろ。俺の飯。今日はお泊まりしていきなさいね。ゆっくり食べられるわね。あ、でもお皿はやめといた方が。リーヤ君、シーネちゃん、お風呂が沸いてますよ。はーい、私も。え、チャチャは魔法のおさらいです。はーい。なあなあ、シーネちゃん、明日の給食なんだと思う？さっき晩ご飯呼ばれたばかりだろ。あ、もしかすると屋台が出るかもな。じゃあ、食うことしか頭にない癖して。チャチャさんはチャチャさんだ。リーヤと踊るのが当たり前みたいに思ってるんだから。チャチャさんたら、僕のことなんてちっとも。あ、そうだ、シーネちゃん、ダンスパーティー誰と踊んだ？リーヤのバカが、僕が恋のライバルだってことすっかり忘れて。ねえ、アキさん。風邪ですね、熱もあるし、今日はここで寝てなさい。そんな、だって今日はタンスパーティーだぞ。はいはい、こんな状態だとタンスは担げませんよ。違う、俺はチャチャと踊るんだ。たこ焼き、焼きそば、わたがし。ゆうべ氷風呂になんか入って遊んでたからです。遊んでたんじゃない。とにかく、じゃあ僕たちはそろそろ出かけましょうか。そうね、いいや、お土産買ってきてあげるからね。あ、そうだ、チャチャさん、今日のダンスパーティー一緒に踊ってくれませんか？
行ってきます。はい、行ってらっしゃい。うわー、俺も行く。やかましい、寝てなさい。オス君。おっす。メアリーちゃん。はい。シーネちゃん。はい。リア、リア、リアどうした？はい、リアは風邪でお休みです。なんか嬉しそうなシーネちゃん。なに、リアが風邪だった？休みだった？不吉だ。何も起こらねばよいか。リア、プリン買ってきたわよ。リアが風邪ひくなんて珍しいわね。ほらプリンよ。ああ、お見舞いですか。僕以外の人には優しいですね、ドロシーちゃん。ねえ、具合はどう、リア？ん？リア？なあ！見えたわ。敵将、ちゃちゃと踊るのは俺だぞ。シネちゃんに取られてたまるか。ギオン少女の鐘の声、諸行無常の響きあり。てな感じで、耳なし方一はお経を体中に書き写し、亡霊どもから身を守ったのだ。できた。そのようにお札やお経は亡霊よけになるのである。ヤコちゃんかっこいい。おかしいわね、なんであんた消えないのよ。ちゃんちゃなんだリア、今日は休みじゃなかったのか。治った。リア！なんだかな。根性あるわね。はあ、保健室だ。すぐに保健室に運べ。ここはどこだ？保健室よ。ん？うわっ！どうしたのね、そんなに驚いて。家来るな、来るな。だ、誰だお前は。私、保健のヤシコ先生よ。いけないわね、先生に向かってそんな乱暴な言葉遣いしちゃ。先生、顔色悪いぞ。白いし、青いし。ああ、近づくな、気持ち悪いぞ。あなた、ちょっと失礼ね。とにかく熱があるんだから、おとなしく寝てなくちゃ。俺、もう平気だからさ、教室に戻るよ。いけないわ、また倒れるわよ。平気だってば。私が見ててあげるから、安心して休みなさい。横に顔置くな、怖えよ。頭って重いんですもの。先生あまり体丈夫じゃないんで。ついててくれなくていいから向こう行ってくれよ。わがままな子。こっち見るな。なんなんだこのやたら気持ち悪い先生は。あっちの方がよっぽど病人みてえじゃねえか。寝てるのか。こんなところにいると軽い病気も重くなるぞ。さっさと逃げちゃおう。私を置いてどこ行く気？トイレだ。あ、あの遠いところまで途中で行き倒れになるかも。ならねえよ。冷え気となるわ。こんなに熱があるんですもの。俺の頭で顎休めるのやめてくれよな。あげるわ、乗りなさい。一人で行ける。あまり先生を困らせないでちょうだい。先生、病弱なのよ。さあ、やかせないで言うこと聞いて。病弱ってこういうのか、先生。開けて、開けて、開けて。リア君がトイレに行くの、道を開けて。恥ずかしいよ。先生、ここで待ってるわよ。あん、冗談じゃねえや、今のうちに。保健室に帰りましょうね。俺もう平気だってば。行くからな。あ、待って。やだ、待たない。待って、行けないわ、そんな無理しちゃう。なんだ。
先生、具合悪いのか？誰か呼んでこようか？おけすぎ、帰るのよ。苦しかった。おい、一体何なんだよ。俺平気だって。起きちゃダメ。やめろ。私言うこと聞かないで無理する病人見ると心配のあまり呼吸困難になるの。私を殺す気？分かったよ、分かったから顔近づけるなよ。リア君、何よこれ。強く持つのよ。何なんだよ、先生の方が、寝てた方が。先生はいいの。あなたが大変なのよ。薬を飲みましょう。熱何度あったんだ？大丈夫、先生がついてるわ。教えろよ、気になるじゃねえか。熱はね。この先生、病人を不安にさせるのが得意技なんじゃねえか。そうそう、お薬ね。あのさ、じゃあおとなしく寝てて熱が下がったら。熱が下がったらダンス行ってもいいか？うわー、ダンスパーティーに行く気ね。この体で、この熱で、なんて恐ろしい。あなた、私を殺す。先生こそ救急車呼べよ。もうこんなとこいられねえよ。私はいる。あなたがおとなしくしてくれれば先生は楽になるの。さあ、この薬を飲むのよ。ほら、楽になったでしょ。今の薬受けないでしょ。しびれ薬よ。あなた落ち着かないんですもの。これで私も安心して看病できるわ。そうそう、熱を下げるお薬あげなくちゃ。注射と座薬どっちが好き？どっちもやだ。そうだわ、点滴にしましょう。私あれ好きなの。なんでそんなもんが保健室にあるんだ。ね、きっとリア君も好きよね。うわー、好きじゃねえんだら。この散らかり方、リーヤ暴れたの？俺じゃねー。大丈夫、リーヤ君は良くなるわ、きっと。きっと。リーヤ、お前ただの風邪じゃなかったのか。苦しいの、苦しいのね。よしこ先生よ。よしこ先生、リーヤは本当に大丈夫なんですね。僕のせいだ。シーネちゃん、ごめん。いや、僕がお風呂ごと凍りつけなんかにしたから、こんな重い病気に。それなのに僕はチャチャさんと踊れることだけ考えて浮かれていたんだ。僕は違う、シーネちゃん、んなことどうでも。僕はなんてひどいやつなんだ。シーネちゃん、違うんだってば。チャチャ、リーヤ、チャチャ、リーヤ、わかったわ、リーヤ、シーネちゃんのことは私に任せて。なあ、俺も連れてってくれ。みなさん、それではお待ちかね、うらら学園ダンスパーティーを始めましょう。今年のお手伝いはかぐやこちゃんよ。キャー、納得できない。
ビー様がいないからどうでもいいけど、私もあんたと同感よ。そうですか。かぐや子さん可愛いし綺麗です。単なる目立ちたがりじゃない。あれ、うん、よーし、ミュージックビシバシスタートだ。お子様のダンスパーティーなんて付き合ってらんないわ。私はもっとアダルトに。リーアのことを考えるととても驚きになれません。私もリーア。あー、しびれ薬がなんだ。じゃじゃあシネちゃん今行くぞ。ダメよリア君、ダメよ。じゃじゃとうとる。ちゃちゃあ、聞き分けのない子ね。それじゃ最後の手段よ。なんだ。いいや。ちゃちゃ、元気がないぞ。あ、ありがとうラスカル先生。リーアはどうした？まだ保健室か？それが僕がいけないんです。リーアは重い病気で。でも保健の先生がついててくれるから。何、保健の先生だと？うらら学園に保健の先生なんていないぞ。だって顔の青白い、まるで幽霊みたいな。なげーなーでくれ。部長、ついに出たぞ。出したね。そいつは本物の幽霊だ。この魔法の国の南の果て、ゴーストの森に大昔よりナイチン幽霊族という一族が住んでいるという。奴らは断るごとに看護婦に保健婦にとなりすまして出没し、人々を惑わすのだ。一応善意でやってくれているのではあろうが、これが実に旗迷惑なのだという。しかしその実態は定かではない。ついに幻のナイチン幽霊族がこのうらら学園にも現れたのだ。いや、行こうジャジさん。リュウくん、どうしたの？うわあ、どうした？リア、リア、リア、一体どうしたんだ？わかんない。いやあ、おしまい。待て、これはギャグではない。断じてギャグではないぞ。それなら私が開かない扉ならこれよ、開け。あのドレンズ、コマ、コマ、はん、コマだけに困った困った。そんな意味じゃない。チャチャさん、これ、あら、細かい。あ、お兄ちゃんまで。あ、違います。シーネちゃん変身マルタンボー。ちょっと待って。大丈夫ですかシーネちゃん。はにゃあ、シーネちゃん、シーネちゃん、リーアたちと付き合っておバカが映ったのかしら。チャチャでしょ、チャチャと付き合ったからよ。はい、そんな、リーアが、おバカ、もう少し、もう少しよ。ねえ、もどかしい、もどかしいぞ。第一幽霊族の霊力ごとき破れぬものかい。お助けブーメラン、行きます。フレッセントオーロラブレスレット。で、こんなもので扉を開けることができるんでしょうか。シーネちゃん、私に聞くな。ああ、私の方が聞きたい。これはなんだ。おす、わかった。おす、よーし、耳なし芳一の出来上がりだ。いけ、おす君。悪霊退散、霊力の封印を解くんだ。おーす、おーす、いけ、おーす、おーす君、頑張って。おーす、おーす、まった
を焼かせるんだから。やるべきことは全部やったわね。これでもう治ったはずよ。今日の仕事はきつかった。じゃあね。リア！ナイチン幽霊は？リア、しっかりして！大丈夫か？リア君！あれ、俺。リア君！熱は、病気は？え？あれ、もうなんともないぞ。よかった！リア！おい。よかった！姫ちゃん！ちゃった踊ってるわ踊ってるわ。シーネちゃん抱きつくな。いや、そうか、ナイチン幽霊族の献身的な看病がリーアの風邪を治したんだな。なかなかやるな。本当にね。よし、俺は許すぞ。うらら学園の保健室は任せた。エンディアさん、またやってこーい。リーアとちゃんと約束しましたからね。次の曲でパートナー交代です。お、チャチャさん、今度は僕の番ですよ。あらあらあら、今日のダンスパーティーはこれでおしまい。チャチャ、面白かったぞ。うん、面白かったね。そんなチャチャさん、僕はずっと待ってたのに。涙なんかじゃないぞ、これは鼻水だ。何、風邪？うぎゃー。うんちゃだうんちゃだうんかった。チャチャさん、待ってください。シーネちゃん遅かったね。シーネちゃん遅えぞ。今日はバタバタしちゃったけど、今度はシーネちゃん一緒に踊ろうね。はい。シーネちゃん顔真っ赤だぞ。いや、これは僕の方が赤いのは、ほら、夕日のせいなのさ。シーネちゃんかっこいいです。え、おりんちゃん近づかない方がいいよ。リア君、チャさん、リア君、チャチャさん。リア君、ついに明かされるヤッコちゃんの秘密。セラビー先生との衝撃的な出会いをヤッコちゃんが告白し始めたの。いつどこでヤッコちゃんはセラビー先生に恋したのか、もう私たちワクワクして聞いてるのに。ああ、ヤッコちゃん、その話はしないで。その時、たまぬけな女の子って、あの誰にだって触れられたくない過去ってあるものよ。ああ、次回ヤッコちゃんの